はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は前下がりのグラデーションボブを、カットしていきたいと思います。で、ポイントはですね、コンベックスで切るってことですね。なぜコンベックスで切るかっていうと、あの人間の指とかを見ていただくと、まあ、頭もそうなんですけど、すべてコンベックスなんですね。で、指がコンケーブだと気持ち悪いですよね。カッパの手みたくなっちゃうので、基本丸く切るってことになります。まあ、爪切りとかも、丸いですよね。爪を切るときって R 入ってますよね。人間はコンベックスの方がバランスが整うんですよね。なので髪の毛も一緒で、コンベックスで切ることによって、収まりが良くなります。コンベックスでカットしていくっていうのはどういうことかっていうの部分を、やっていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。はい、まずですね、このウィッグが今このぐらいの長さで、今ウェットしたんですが、まあ前回のね、他のカットの時にもワンレングスの時もですね、言っていたんですけれども、お客さんが、自宅で乾かす時って結構濡れてたりするわけですね。あとは癖がちょっと出てしまったりとか、サロンで実際に乾かす時とちょっと違ったりするんですよ。で、そのお客さんがやった時により収まりが良くて持ちがいいカットを簡単に切る方法っていうのをちょっとやりたいと思います。まず今これ結構濡れてると思うんですけど、ハーフウェットっていう状態を作ります。で、なぜハーフウェットを作るのかというと、これだとね、濡れすぎていて根元の癖がコーミングによってちょっと伸びきってしまうんですね。ウィッグなんで癖はないんですけれども、ちょっと乾かすことによってより仕上がりの癖の状態が出てきますので、それを最初に作ってあげることが大切です。はい、まずじゃあドライヤーで、ハーフウェットを作っていきたいと思います。はい、今日使うのはショーバルタンを使っていきます。ここのね、後ろの傾斜がちょっと緩やかになるので、こうやってしまうと真下に落ちてしまうので結構分かりづらいので、切りづらいのもありますし、ちょっと前に倒します。まず、何をやるかっていうと、まあ、イヤーとイヤーとか取る必要はあんまないんですけど、ちょっととりあえず皆さん分かりやすいようにちょっと取っていきます。まずベースをカットします。で、ショーバルタンでカットしてます。皆さんストレートシザーの場合は、コンベックスをイメージしてカットしてください。きっちりカット根元からすらコーミングをしてカットしていくんですけど、そうしてしまうと、丸さがなくなってしまうんですね。ウィッグはいいんですけど、お客さんの髪には皆さん100人いれば100通りの癖があります。その癖を生かしてカットしていくのが、F カットの理論になります。この時もコームをしてるというよりは、ちょっとここにね、で、皆さんこの体の姿勢とかはどうでもよくて、このような感じで、で、頭を起こしてもらって、はい、その状態でカットしていきます。コンベックスでコーム入れるっていうのはぐらいでないと、あとまたお客さんとディスカッションしながら、もうちょっと切りたいよとかっていうのを、ディスカッションしながらやりますので、あまり時間をかけてしまうとお客さんが言いづらくなりますので、まあ、前回も言ってますけれども、反対側も同様に、はい、今度はここが非常にポイントなんですけれども、ウェイトですね。ウェイトの高さなんですけれども、スタイルによって、僕の場合はお客さんとディスカッションしながらやります。お客さんに鏡を持っていただいて後ろを見てもらいます。その状態で重さの位置この辺ですか、それともこの辺ですか、勝手に、一般的には美容師さんが最初切ったラインに合わせて、勝手に美容師さんが45度なら45度って決めてカットしていきますが、僕はそうはしません。お客様の希望のウエイトの高さっていうのを決めてもらいます。例えば年配の方であれば上にボリュームが必要になりますから、ウェイトが高くなります。20代の若い子になるとウェイトをあんまり高くしてしまうとおばさんっぽくなってしまうので、ウェイトをちょっと下げてやります。だいたいこのウェイトの高さで、まあ、一般的にです、簡単に、ね、説明すると、